皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit GTS4 Mini のおすすめ設定をご紹介したいと思います。購入してからだいたい1ヶ月ぐらい経ちますけども、その間にいろいろね使いやすいようにいじってみたんですけども、その中でここをやっておくと結構使い勝手良くなるなっていった点をまとめてみました。その設定はこのウォッチ本体で行うものと、そしてこの Zep アプリを使って設定を行うものと2つあります。ではどちらも交えながらやっていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では最初のおすすめの設定になりますけども、それはこの文字盤のカスタムになります。そのカスタムができる文字盤とできない文字盤があるんですけども、できる文字盤は今お見せしているこちらの文字盤になっています。そのカスタムをどうやるかっていうことになりますけど、文字盤によってカスタムができる部分っていうのは変わってきますが、こちらの文字盤に関しましてはこの真ん中の3つになります。バッテリーの部分、そして歩数の部分、またカロリーの部分ですね。この3つの部分を変更することは可能でした。ではどうやるかになりますが、画面を長押しします。はい、そうしますとこの青い部分ですね、鉛筆マークみたいなものがありますので、ここをタップします。そうしますとこういった画面が出てきまして、バッテリーの部分がね今こう枠になっていまして、変更できますよっていう状態になっています。ここをタップします。はい、そうしますと今風力の階級って出てますけどね、合計の PAI になっています。そしてまたバッテリーに戻ってきまして、こちらに関しましては3種類変更することが可能です。そして真ん中の部分も見てみたいと思いますが、歩数、立つですね、スタンド、1時間あたりに1回立ったかどうかってことになりますね。そして距離になります。大気の質ですね。そして歩数に戻ってきましたので、この中からお好きなものを選ぶことが可能になっています。そして一番右側になりますが、カロリーの部分、湿気が出てきました。そして紫外線の強さですね。またカロリーというふうに戻ってきましたので、必ずしも全ての項目で同じものが選べるわけではないようですが、この中で好きなものを選ぶってことになると思いますので、今回はこのカロリーの部分を紫外線の指数にしてみたいと思います。真ん中の部分を大気の質にしてみたいと思います。バッテリーのところを風力って書いてありますけど、結局風速になると思いますが、このようにしてみたいと思います。で、この状態でもういいよってことであれば、このサイドボタンを1回押します。そうしますと、設定した状態に固定されるってことになります。今この情報はね、私は適当にやってみますので、実用的じゃないかもしれませんが、このようにね、変更することができますので、もしカスタマイズしてみたいよってことであればね、ぜひご自分が使っている文字盤をこのように長押しして、鉛筆マークが出てくるかどうかをご覧いただければと思います。では、標準で入っているこちらの文字盤もカスタマイズが可能かどうかを見てみたいと思います。はい。というわけで、この青い部分、先ほどの鉛筆マークみたいなものは出てきませんでしたので、この文字盤に関してはカスタマイズすることはできないということになります。ここが一つ目安になりますので、ここに鉛筆マークが出てくるかどうかをご覧いただければと思います。次にご紹介しますのは、こちらのサイドボタンありますね。これはめちゃめちゃ便利なんですけども、これを長押しをしますと、好きな機能を呼び出しすることができるようになります。ではね、ちょっとやってみたいと思いますが、私の場合はこうなっています。Amazon のあれが出てくるようにしてあります。今ね、ちょっと接続ができていないんですけども、このように好きな機能をここに割り当てることが可能になっています。ではこれをね、どういう風に変更するかということなんですが、実はこの Watch 本体でもできますし、スマホのアプリを使って変更することも可能なんですけども、Watch 本体を使ってね、ちょっとやってみたいと思います。こちらを一回押します。そして設定ですね。まず設定を出していただきます。そうしまして、この個人設定というところを出します。そうしますと上からこの3番目の部分になります。こちらですね、側面のボタンを長押しっていうところがありますので、ここをタップします。そうしますとね、サイドボタンを長押してクイックスタートと出てきますね。ここの部分になります。で、今 Amazon のあれになっていますね。で、ご自分の好きなものをここから選ぶっていうことによって、長押しでそれぞれの機能を呼び出しが可能になってきます。そうですね、例えばよく使う機能、他に何かあるかってことを考えると、皆さんそれぞれだと思いますが、ちょっと分かりやすいように懐中電灯を呼び出してみたいと思います。はい、設定をしました。そうしましたらサイドボタンを1回押すと決定になります。ではね、実際にその機能が働くかどうかを見てみたいと思います。長押しをします。
このようにサイドボタン長押しで懐中電灯が起動するようになりました。こういうふうにして自分のよく使う機能をここに割り当てることによってめちゃめちゃねその機能呼び出しが本当にクイックになりますので便利になると思います。では次に標準のまま使っている方も多いと思うんですけども、このホームから左側に出てくるこちらの画面になります。これはね標準のままこのように固定されている部分になります。 Amazon のあれになりますね。そしてその下にカウントダウン、これはタイマーになります。そしてその下にストップウォッチが出てきていますが、この下のボタンを押していただきますと、私が設定したこの2つ以外に追加で例えば天気をつけたり、そして数日間の天気、PAI、血中酸素っていう風にね、こういった以外にもたくさんありますけども、ここのホーム画面のこの左の部分に様々な機能を追加することが可能になっています。で、例えばですが、睡眠を追加してみたいと思います。睡眠の部分を一番上に持ってきたいよってことであれば、こうやって移動させることもできますので、一番上に持っていきたいと思います。で、これで決定をします。ではホームに戻ってもう一度左スワイプしますと、このように睡眠情報が出てきました。並び方もね変更した通りになっていますね。ですのでホーム画面からこの左のこの部分になりますが、ご自分の使いやすいようにねすぐねショートカット可能になっていますので、使う機能を割り当てると便利になると思います。では次にこのホーム画面のこちらになります、右方向ですね。この部分を実は使いやすいように変更することも可能になります。そしてね先ほどの画面に戻ってきますけども、これに関しましてはアプリを使った方が結構早くできますので、 Zep のアプリを使ってみたいと思います。ではアプリを使って設定をしていきたいと思いますが、こちらは Android 版のアプリの画面になっています。 iPhone の方でも同じような画面構成になっていますので、臨機応変に対応をお願いいたします。まず最初にですね、このスマートウォッチの設定というのを開きます。そうしましたら、このクイックアクセスアプリを編集というのがありますので、こちらをタップします。一覧が出てきましたけども、上から睡眠、心拍、血中酸素というふうに来て、最後にミュージックになっていますね。この並び方が一番上から、まず睡眠、そして心拍数、血中酸素、運動の記録ですね。そしてアラームの設定、音楽再生コントロールへと続いて、そしてここは固定になっていますね。いわゆるこの部分になります。ここをどうするかということになりますが、例えばこの中にストレスを追加したいよってことであれば、この下の部分からこういうふうに持ってきていただいて保存を押します。そうしますと今ね画面がちょっと変わりましたけども、ストレスの部分が最初に右スワイプで最初に出てきました。設定自体もねこのように入っています。こうして編集変更追加っていうのができるようになっています。それではやっぱりストレスいらないよっていうことであれば、こういうふうに消していただいてまた保存をすれば、ここから消えるっていうことになります。また他にまた追加したいっていうことであれば、この中にあるものしか追加することはできませんが、こういうふうにして自分の使いやすいように調整することが可能になっています。ですのでね、結構いろんなところをいじることによって本当に使い勝手が良くなると思いますので、標準のままね使っている方、ぜひ時間があるときに変更されるといいのかなと思います。では次なんですが、このアプリの中のこの部分ですね、アプリ一覧の管理っていうのがあります。これどういう部分なのってことなんですけども、こう開いてみますとね、設定、運動、カウントダウン、ストップウォッチ、太陽と月っていう風に並びが出ていますね。これ実はですね、このサイドボタンを1回押しますと、こういったアプリ一覧ですね、この並び方がこのアプリ一覧の管理っていうところになります。私の場合は一番上にこの設定を持ってきていまして、よく使うのでここに持ってきています。その後よく使う運動、これワークアウトの部分ですね。またタイマーもね、使い勝手がいいようにこのように持ってきていますし、またストップウォッチ、太陽と月、日の出と日の入りとかね、月の出、月の入りみたいなね、そういった機能もありますけども、こういうふうに使い勝手がいいように並び方を書いています。で、これも先ほどと同じように、例えば運動とカウントダウン入れ替えるってこともできます。ではやってみたいと思います。はい。変わりましたね。設定、カウントダウン、運動という風に変わりました。これも先ほどと同じように戻すってことも可能ですので、保存をしますと、このように運動、カウントダウンというふうにね、ちゃんと入れ替わっていますね。というわけで、アプリ一覧の管理のカスタマイズ、並び方、追加、削除ですね、編集の方法についてもお伝えしました。
では最後になりますけども、こういったスマートウォッチ購入される方の多くはワークアウト、運動をねされる方も多いと思いますけども、ワークアウトの各項目の並び方についても編集カスタマイズしていきたいと思います。まず運動というところを開いていただきます。一番上からウォーキング、そして屋内サイクリング、またフィットネスですね、軽い運動とかする場合によく使う項目をこの3つに限定して表示してあります。でその他の運動はここの部分に隠されているわけですね。でこの一番下にこのギアのマークがありますので、変更する場合はここをタップしていきます。例えばなんですけども、この状態から屋外ランニングを追加する場合、この部分をタップします。プラスの部分ですね。そうしますと運動の追加っていうのがありまして、各項目ごとにね分かれているわけですね。ランニングになりますのは一番上の部分になります。するとランニング屋外と出てきましたね。でここをタップしていきます。そうしますと先ほどの3つの項目の一番上に入ってきました。ランニングが一番上で良ければこのままレターの部分ですね、決定を押して追加することになりますが、1個下がいいなっていうことであればこうやってね移動させることも可能になっていますね。これ結構いいですよね。やっぱり一番使うものは一番上っていうのがいいと思いますので、今回はよく使うってことで一番上に決定していきたいと思います。はい、これで追加が入りました。他にももしね変更される場合はプラスボタンで先ほどと同じように項目から探していくってことになります。でちなみにですね、もしフィットネス例えばいらないよってことであればここをタップします。そしたらこのゴミ箱マークがありますのでここをタップします。はい、これで消えましたので、良ければレテンで決定をするってことになります。そうしますとねこの3つに限定されたわけですね。というふうにして必要なワークアウトをここに追加、そして並び方を変更させる、そしていらないものに関しては削除するってことも可能ですので、ぜひねここもやっぱり使い勝手ね良くなりますので、一度やっておくといいのかなと思います。というわけで今回 AmazFit GTS4 mini のおすすめの設定についてご紹介しました。結構ねこのウォッチ本体でできることもあるんですが、アプリでやった方がね早いっていう場合もありますので、それぞれ使い勝手がいい方でやってみていただければと思います。この AmazFit GTS4 mini なんですが、1ヶ月ほど使ってきてめちゃめちゃいいなと思います。動作感に関しましては以前出したレビューの方でもちょっとお伝えしている部分があって、ちょっとねカクつく部分はどうしてもあるんですけども、でもねそんなに気になりませんので、それよりもこの機能の秀逸さ、すごいいいところの方が上回っていますので、本当にね満足の高い一台になっているなと思います。ぜひカスタマイズをするとより一層ね使い勝手良くなりますので、この時間がある時にねぜひやってみていただければと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよってことは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。